今年になってから大きい地震が何回かあったから、今回は研究室を地震から守るにはというテーマでやってみたいと思うよ。地震の備えは大事、マクマリーにもそう書いてある。うつ主自身は研究室にいる間に大地震に見舞われたという経験はないんだけど、この手の話は2011年の東日本大震災、さらに1978年の宮城県沖地震を経験した、東北、北関東地域の大学での体験談をネットで多く見られるよ。概要欄に参考にした文献のリンクを貼っておくので、興味のある人はぜひ読んでみてね。今回はそうして集めた話から、科学の研究室に特に関連する話を集めて紹介するよ。というか1978年、2011年、そして2022年と立て続けに大地震に見舞われてるのか。大地震の度に実験が止まり、復旧に追われるからそれも大変だよね。ただ、そういう歴史のおかげで東北諸地域の研究室は防災意識の高いところも多く、それが功を奏したというケースもあったみたいだよ。そういう話も一緒に紹介できたらと思うよ。まず、過去の地震で科学系研究室に実際にどのような被害があったのか見ようと思うんだけど、被害の系統は大まかには次の4種類に分類できると思うよ。まずは物体の落下、衝突。実験室にはガラス器具や試薬瓶といったガラス製品、書籍、それにガスボンベや分析機器といった重要物があるけど、それらが地震で落下したり転倒したりして破損したよ。ネットで見つけた文献にいくつか写真があったから載せておくよ。こんなにめちゃめちゃになるんだね。棚や分析機器といった重要物でも大きな地震では動いてしまうよ。これらの中には固定されていたものもあったけど、固定が甘いものは固定自体が破損して結局机から落下したり、転倒してしまったよ。同様に重要物であるガスボンベもボンベホルダーにチェーンで固定しておいてあったけど、チェーンが揺れに耐えられず破損してボンベが転倒したり、ボンベ置き場ごと転倒したりしてしまったよ。さらにボンベは転倒する際につながっている分析機器を一緒に引き倒したり、円柱形なため転倒後も暴れ回ったりして被害を拡大させたよ。重いというのはそれだけでもう破壊的だよね。あとガラス製品の割れもひどかったよ。割れたガラスの危険性は改めて言うまでもないだろうけど、加えて構造が複雑だったり特注だったりして高価なガラス器具が割れてしまった場合もあったし、瓶の破損で高価な試薬や自作のサンプルがダメになってしまった場合もあったよ。単純にガラスが割れたという異常に損害が出た場合もあったんだね。そしてこうしていろいろな物品が破損する中で、試薬やガスの漏出も起きたよ。合成系の研究室を中心に達したような悪臭物質や毒劇物、さらに有機溶剤などの可燃性液体や空気中で発火性のある物質が研究室には存在していて、そういうものの漏出も当然起こったよ。実例として、試薬用の冷蔵庫から飛び出したホスフィン系の化合物の瓶が割れて、悪臭のせいでその部屋には1ヶ月近く立ち入れなくなったとか、金属ナトリウムで脱水中だった有機溶媒の瓶が割れて空気にさらされた金属ナトリウムが発火、有機溶媒に引火して火事になるということがあったみたいだよ。火炎瓶かな？また、地震直後に火事にならずとも、漏電などにより漏れた有機溶媒に引火する恐れもあったのでラボのブレーカーは落とし、換気と安全確認が終わるまで電気が使えなかったということもあったみたいだよ。これは漏洩が起きた部屋だけでなく、研究室の入っている建物全体へ影響を及ぼしたよ。特にディープフリーザーやインキュベーターで生物資料を扱う研究室が同居する建物だと、しっかり安全確認してからブレーカーを上げたい合成系のラボと、早く電気を復旧したい生物系のラボでせめぎ合いがあったみたいだよ。安全第一、というのが正しいんだろうけど、生物ラボも地震でダメになったサンプルがたくさんあるだろう中で、なんとか生き残ったサンプルまでミスミスダメにするわけにはいかないもんね。そして漏洩といえば、転倒時に破損したボンベからガスが漏出したケースも多数あったよ。漏出したガスには窒息性だったり毒性だったり、四燃性だったり可燃性だったりで、幸いこれによる被害者は出なかったものの、深刻な二次災害を起こしていてもおかしくなかったよ。危険さのバリエーションが豊富すぎませんかね。また、装置の倒壊とガスの漏出を組み合わせたような事故として NMR のクエン値も発生したよ。NMR は液体ヘリウムで冷却した超伝導磁石を備えた分析装置で、液体ヘリウムの蒸発を抑えるためにその周りはさらに液体窒素で冷却されているよ。この超伝導磁石が何らかの原因で超伝導状態を保てなくなると大きな抵抗熱が発生し、
急激に液体ヘリウムや窒素が蒸発し、それが周辺の酸素濃度を低下させて窒息事故を引き起こすよ。だから地震が起きた際はとにかく NMR のある部屋からは素早く出ることが大切だよ。まるで脱出ゲームだね。ガチで命がけだけどね。そして地震の被害で失われたのは試薬や備品だけでなく、実験データもだったよ。紙で打ち出したデータが床に落ちて、漏水や漏出した試薬をかぶって読めなくなってしまったり、測定結果の電子データを保管してある PC が落下などで壊れたりしたケースもあったみたいだよ。ある意味、これが一番取り返しのつかない損失だね。あと、化学系実験室特有の問題として、実験室が建物の高層階に配置されていることが、多いことを指摘する声もあったよ。化学系の実験室は有機溶媒などを扱う関係上、万が一火事が起きると鎮火しにくく、そのため下の階に配置すると火災の際に上階の人間が避難できなくなる危険性があるよ。加えて、排気装置であるドラフトのダクトの排気口は一般的に建物屋上に設置されることが多く、そのため、距離的な関係でドラフトは高階層に設置した方が設置のコストが安く済むことが多いよ。以上のような理由で化学系の研究室は研究棟の上の方にあることが多いけど、地震の際には高層階ほど揺れが激しくなるので、それが研究室の地震による被害をより大きなものにしたであろうことが指摘されているよ。地震対策と火災対策やコストの問題が対立構造になっちゃうんだね。実際に、同型の分析装置でも建物の6階に設置したものは点灯したけど、1階に設置したものは無事だったという事例もあって、この話は研究室の地震被害を考えるためには外せない要素だと思うよ。というか倒れた装置 NMR なのか、怖いな。化学系研究室特有の地震の被害を大まかにまとめると、以上のようになると思うよ。じゃあ、それらに対してこういう対策をしていた、またはこういう対策をした方がいい、という話もたくさんあるから、それも見ていこうと思うよ。まず、物品の落下や衝突の対策だけど、これは試薬やガスの漏洩対策にもつながるからかなり色々と提言されてたよ。研究室が臭くなるのも燃えるのも嫌だもんね。棚や冷蔵庫自体にしっかり耐震の固定を施すのはもちろんやった方がいいけど、扉が揺れで開いて瓶が飛び出さないようにするため、ドアストッパーを設置するのも勧められていたよ。もっとも、ドアストッパーは設置していたけど、昼間は物の出し入れが多いから外しっぱなしで、そこで地震に見舞われたというケースもあったから、普段からストッパーの利用を習慣つけるのも大事だと思うよ。確かにあれば安心だけど、面倒くさがって開けっぱなしにする人も絶対に出てきそうだよね。棚や冷蔵庫にはさらに手前に落下防止用のネットや、つっかえ棒を設置すればより試薬瓶が放り出される可能性が低くなるよ。また、試薬瓶を間仕切りのあるトレイに入れておけば揺れにより瓶が動きづらくなり、瓶が破損しにくくなるよ。また、万が一瓶が割れても試薬が周囲に拡散しづらいし、混ぜると発火したり有毒ガスを生じたりするような試薬は違う区画にしまえば安心だよ。これは地震対策以前に整理整頓にもなりそうだよね。あとよく使う試薬は実験台に出しっぱなしになることも多いけど、ただ置いておくと揺れで実験台から滑り落ちるので、クランプなどで固定しておくと安心だよ。これも、普段からやると地震対策になるだけでなく、試薬瓶の転倒事故なんかの予防にもなるよ。地震じゃなくても瓶を倒しちゃうことはよくあるもんね。同じく転倒、漏出の恐れがあるガスボンベはボンベホルダー自体をしっかり固定するのと、ボンベは上側と下側の2箇所を鎖止めすることが勧められていたよ。これはチェーンの固定が1箇所だと鎖がボンベの動きに耐えられなかった場合があったからだよ。チェーンがダメになるとか、どれほどの衝撃がかかったのかと。他にチェーンを止めるフックは鋼鉄より硬いステンレス製だと被害が少なかったらしく、チェーンの長さにやや遊びがあった方が良かったみたいだよ。また、複数のボンベを1本のチェーンで止めると数本のボンベの力をチェーン1本で支えねばならなくなるので、ボンベは1本ずつ固定する方が良いよ。何事も横着はしないものだね。そして固定が必要な重量物といえばあとは分析機器などがあるけど、業者じゃないと対応できないような大型のものはともかく、卓上の装置等であれば耐震ジェルマットと耐震固定バンドを使うだけでも随分転落しづらくなるよ。また、複数のユニットを積んでいる装置はマジックテープでくくればまとめて落下防止対策になるよ。こういった固定用の物品はモノタロウやアスクルなんかで購入できるよ。小型の装置なら割と手軽に固定できるんだね。
そしてここまで話しておいてなんだけど、固定も万能ではないから、固定してるから大丈夫と思わず、被害の軽減対策や逃げるまでの時間稼ぎくらいに認識しておいた方がいいよ。徒歩の安全なところに避難、これは研究室に限らず地震の時の鉄則だよね。そしてデータの喪失の問題も物品等の固定である程度の対策になるよ。紙媒体のデータは引き出しや棚にしまえば非液などでダメになるリスクを減らせるし、電子媒体のデータも PC 等の固定をすることで破損するリスクを下げることができるよ。そして紙媒体にしても電子媒体にしても、バックアップを取って研究室の異なる部屋に保管したり、可能なら研究室外にも保管できたらなおよしだよ。実験データがなくなると取り返しのつかないことが多いから、しっかり対策したいよね。あと、化学系の研究室が地震の被害を受けやすい高層階に配されることが多いという点に関して、研究棟の高さは6階ほどまでの高さにした方が良いのではと書いてあったよ。また、免震建築の研究棟は10階建てであってもフラスコ1つ割れなかったという話もあるから、もしできるなら免震構造の研究棟がいいんじゃないかな。対策のレベルが個人どころか研究室レベルでもどうしようもないやつなんですが、それはまあね、研究室レベルで建屋に関して何かするとすれば、低層階に測定室を作って大型の装置だけでもそこに設置するというのは提言されていたよ。また、普段から建物内で地震時の避難場所を指定、確保しておくのも研究室レベルでできると思うよ。実例として、膨大では実験室廊下になるべく物を置かないようにして、その空間へ地震発生時に学生、スタッフがすぐに実験室から避難できるようにしていたよ。東日本大震災時は前揺れの時点で実験室から廊下に退避した人も多く、それが怪我人の発生を免れた大きな要因の一つだったと言われているよ。少なくとも一番危険そうな実験室からは脱出できるもんね。そんなわけで以上が研究室の地震対策についてだったよ。この動画ではうぷ主が特に面白いなと思った一部の話しかできていないから、もし興味があれば概要欄のリンクを見たり、研究室地震などと検索して調べてみてね。大掛かりな対策だけじゃなく、個人レベルでもできる対策も結構たくさんあるんだね。もっと言えば、普段からの整理整頓だって十分な地震対策になると思うよ。使った試薬や器具はすぐ棚に戻す、実験台に物を放置しない、通路を塞ぐように物を置かない、不要な試薬はすぐに廃棄する、必要量以上の試薬を買わない、いずれも地震の際に物が散乱することへの対策になるよ。ただ、そういうのを続けるのが意外と難しい。まあね、忙しい時とか特にね。でも、対策は設定するだけじゃなくて実行しないと意味がないし、それには結局、普段からのここの心がけが大事なんじゃないかと思うよ。最後は余談で締めるけど、さっき紹介した、廊下をきれいにしていた膨大は、1978年の宮城県沖地震の教訓を受けて、他にも物品の固定や試薬在庫の管理など、様々な地震対策をしていたよ。東日本大震災ではその大学は建物、設備、物品等に770億円もの被害を被ったけど、人的被害はほとんどなかったよ。これは前述の対策により地震直後の避難時間と避難場所を確保できたことによるものなんじゃないかと思うよ。人に被害がなかったのはすごいと思う反面、被害額770億円もヤバいと思ってしまうのは私だけ？これを対策のおかげで人的被害が少なかったと評価するか、対策したのにこんなに被害額があるのかと思うのかは人それぞれだけど、うぷ主的にはこういう被害が出るリスクがあるなら、簡単にできることだけでもやっといたらいいんじゃないかと思ったよ。明日やろう。やらないフラグやねえ。それでは、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。